そうする。おつこ。こんばんは。これは今日ニット着てます。寒かったのでニット着てます。皆さんお疲れ様です。夜遅くに配信来てくれてありがとうございます。よいしょ。今日はねちょっと昨日配信してないっけ、一昨日したか、昨日はしてないか、一昨日、今日は一日ぶりです。火曜日ですね。こんばんは。来てくれてありがとうございます。皆さん体調大丈夫ですか？お疲れ様でした。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。何食べましたか？みんな何食べた？私は今日ね、サーモン食べた。サーモン。お、お寿司食べた。おお、ちょっと似てますね。お刺身、お、一緒の人がいる。お疲れでーす。みんな目疲れてないですか？肩凝ってないですか？本当に。毎日ありがとうございます。21日目です。ゲームが始まってみんな頑張ってくれてありがとう。文字がさちっちゃいよね、あのドゥームズデイのゲームって。はい、皆さん目もたまには休めて肩を回したり首を回したりしてください。もう寝不足はそうですね、寝不足はどうしたらいいんだろうね。寝不足はね、寝るだけだけど、寝るだけだけど寝ない以外の寝不足の解消の仕方はコーヒーを飲む
気合で起きるそうですね、あと9日頑張りましょうよろしくお願いします。結構楽しんでます、ありがとうございます。本当に本当に皆さんがこうゲーム内で頑張ってるのを見て私も頑張らなきゃって思いながら、すごいこうやる気、皆さんのやる気で私もやる気が起きるし、私がやる気になった時にみんなも一緒に頑張ってくれると嬉しいです。結構ね、今ね、今のところ結構トップだと思うんだけど、こんばんは、今のところトップだと思っているんですけれども、ちょっとあと明日になったらあと8日なので、うん、競ってますね、あと8日私ができることやりたいんですけど、まあ今日ちょっとお話ししようと思ってたことが何個かあって、まず今まで通り戦力をね上げて、個人戦力を上げてほしい、拳ポイントのことですね、個人戦力を上げてほしいのと、で最近すごいしつこく言い始めた本部のレベル上げですね、本部のレベルを上げていこうっていうお話ですね。でこのあと今日はどうなのかな、もう日付変わってからになると思うんだけど、要塞を建てたいので、同盟の建物を建てたいので、その石油をみんなに集めてほしい、石油の収集に行ってほしいです。はい、これをちょっと今すぐゲーム内で行ってほしいことですね。はい、でまた別のお話なんですけど、ちょっとこうそろそろあと1週間とかになってくると結構競り合いが激しくなるのかなって感じがしたので、まあ、できるだけ安心した状態でいたいじゃないですか。だからみんなができそうな、みんなゲームをに集中できそうな、平日より休日の方がいいとか絶対あると思うから、みんなのオンライン率の高い時間を知りたいなって思ってます。ちょっとこれは聞きたいいつなんだろう、今後8日間でみんなにとってやっぱり土日かな、土日、でも土曜日は足がこれだからできなくもない。そうなんですよね、休日はもうイベントしかないんだよね、みんなもイベントに行きながら参加しながらゲームとかだったりちょっと大変なんですけど、よろしくお願いします。土曜日、日曜日がやっぱいいのかな。
尼崎は日曜日、そうリリーベがあります。土曜日はフェスですね。で23日はお話し会、オンラインお話し会。そう、最終日がね平日なんですよね。そうですね、23日をまず一つ、ポイントにしようかなと思ってます。23日に公演もあるんですよね。大変。23日に残り1週間っていうアナウンスと、あとねあれをしようと思ってます。一人一人同盟に参加してくれてる一人一人のフィードバックをちょっとしようかなと思って、残り1週間なのでっていう感じで。配信でやりたいと思います。でその時にみんなでわーってやる時間を確保しましょう。その日オンライン話し会が4時間目まであるっけ。ギフトありがとうございます。4時間目まであるので、確か夜ですね。帰れる時間が分かんないけど、8時から、8時9時ぐらいから配信を始めて、で配信でちょっとこうやった方がいいかも、ああやった方がいいかもっていうのをちょっとざっとお伝えします。メッセージをメッセージをお伝えしようと思います。23の夜ですね、配信します。でその後にみんなでこの時間ガーッとやりましょうっていうのを決めようね。じゃあまず23日ね。で、もう2つ。26の夜とか、日曜の夜、あ、でも日曜の夜か。でも日曜の夜だったら、あーでもどうだろうな、あイベントがあるんだよね。イベント24個、でも30日は絶対みんなに集中してほしいんだけど、23残り1週間はみんなには集中してほしいんだけど、出席率を上げてもらいたいんだけど、でもその中でも特にっていう日をあと一つ追加したくて、25日かな。滋賀コレがあるんだよな。滋賀コレがあるんだよな。24、25、26日と忙しいんだよな。
どうしようかな。でもでも土日の方がみんなやりやすいもんね。夜10時ごろ盛り上がってもそうだよね。でもなんとなくその平日夜10時ごろとか土日がいいっていうのが、うん、まあなんとなく自分の中でここがいいかなっていうのができたので、またメールしますね。メールとチャットで流します。この日結構みんなゲームやってほしいかもって、なんとなく今把握できたのでアナウンスします。はい、うん、まあ、平日は夜遅い方がいいよね。それはそうだ。お願いします。ああどうなるんだろう。でもさ、せっかく。土曜日曜はお休みの方多いと思うので、できれば土日やってほしい。できればっていうか結構必ずログインして進めてほしいかも。いろいろその100万戦力が100万とか、その本部がまだ一桁の方とかはどんどん進めてほしいかな。平日でも夜9時から12時はゲーム稼働率高い。そうだよね、それは感じてる。みんな夜遅くまで結構起きてる。1時とか頑張ってくれてる。朝より。お疲れ様ですね。今度こそイベントで1位を取りたいです。なんかせっかく中間1位を取ったので、私がちょっと体調を崩してしまって土日にガーってできなかったのが本当に悔やまれるんだけど、なんかそれも本当にまあたらればの話なんだけどなんかそれはちょっと惜しいことしたなと思って、せっかくこう中間1位でみんながイエーイってなってるところにもっと伸ばそう、もっとポイント上げようっていうところで、なんかみんなの士気を低めたかなとかって思ってちょっと気にしてるんだけど、申し訳ない。そう、なんかみんなも疲れてるからさ、なんかちょっといいやみたいな感じでさ、離れてないかなって少し心配だったんだけど、うん、でもせっかくねいい順位で1位で通過したから、最後は優勝して終わりたいなと強く強く思っております。で、同盟のそうなんだよね、人数をねあとちょっと増やしたいんだよね。今91人だからあと5人入れるから、で要塞立てたらさ
あ、てか90人以上 なんやね、最大90人以上行くかいって思った。そう、ドゥームズで5人募集しております。ゲーム一緒に遊んでくれる人、緊急大募集5名の方。ルームズデイというアプリゲームで今イベントで戦ってます。詳細は公式ホームページをご覧ください。あなたの力が必要です。キューボ5名あと入れますからでも遅くないです。よろしくお願いします。そうなんだよね、本部レベル13以上全然上げれるんだよね。そんな無理をしなくても結構割と簡単に上げれるから。でもとりあえずみんな本部レベルを上げてほしいな、上げてほしいなっていうのが私からのお願いです。チャット結構ね楽しくやってるので、チャットをね、チャットにもぜひぜひ参加してください。結構出てきます。そこで新しく言葉が生まれました。ゲーム内のチャットで言葉が生まれました。それはそれはてん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 、キャッ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 、提供魂、提供魂ですよ、提供魂で提供魂というね、あの秘密の言葉が生まれましたみんなで助け合おうっていう提供魂です。あとでもう一つそこから派生してね、あのキャサリン魂もね生まれました。でキャサリン魂って何って話なんだけどキャサリン魂、キャサリン魂、おお、キャサリン魂、説明します。キャサリン魂とはとですね、まあ、このドゥームズデイっていうゲームの中でやってることなんですけど、その中でねキャサリンっていうキャラクターがいるんですよ。で、優勝したらキャサリンのコスプレをするっていうね公約を勢いで言ったんですね。そうで冷静に考えたらやばいなって感じだけど、もうあの二言はないということで、優勝したらキャサリンになります。12月16日、はい、だけどちょっと一旦ね考え直したんですよ。あ、ちょっとうんって、だけど
まあ、ここら辺はさすがに露出控えるよ。ここら辺とかはね、さすがにNG を食らうので、さすがに NG になるので、ここら辺は隠すけど、でもキャサリンっぽい格好はしますので、ちょっと訂正しようかなって思ったけど、優勝した暁にはキャサリンになります。はいはい。なのでそのキャサリン魂という言葉が生まれました。一応でも言っとくけど、布多めになるからね、あのまんまではできません。はい。あのままではさすがにできません。そう、あのままはやばいので、スカートはいけますね。はい。はい、なので皆さんキャサリン魂を見せていきましょう。ピンクのキャラクターです。キャサリン魂を出せ。キャサジから出そうぜ。キャサジから出そうぜ。おおおおお、全力で行こうぜ。はい、せーの。トゥ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 ゾンビだらけで真面目に生きるのが嫌になってくる。キャサリン走り出したあの頃は平坦な道だったから、疲れなんて感じずに先を急いでたよ。キャサリン大人、キャサリンになれば。キャサリン抜きながら周りに合わせるように安む理由どこかで探してるんだ。キャサジから出そうぜ。おおおおおお、キャサジから出そうぜ。何度もダメだとやられてしまうと思ったけれど、その度にもう一度思い出してきたんだ。キャサリンをキャサジから出そうぜ。イメージを描けよ。走るぜ。おーおーおー、どこからか力がみなぎる。絶対に絶対に叶わない、キャサリンはない、諦めなきゃキャサリンは待ってるよ。ドゥ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 ド
ててててんててん。キサジから出しましょう。あーでもね、ちょっと本当にね、嫌かもしれないいや、でも仕方じゃない。だってみんなが頑張ってくれてるから、何か私ができないかなと思って考えたのが、そのキャサリンのコスプレだったのでもう仕方がない。だからこれは私もちゃんとしたチャサリンじゃないわキャサリンになるしキャサリンになるし、なんか頑張ってくれたらもちろんあれですよ、やりますよ。1位になったらね。でも1位になったらの話だよ、みんな。なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇むキャサリンが辛くなる音、キャサリンになれなくて心が縮んでく、うなずいたことまで受け止められないんだ。キャサリンにならず生きてきた夢を、キャサリンになれば間に合うのかな、君はどんな後悔、そんなの今来た道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断あれでよかったのか、誰もみんな人生後悔だらけ。後悔しない残りの期間にしましょう。失礼ありがとう、可愛かったわじゃあ皆さんのために私が、お疲れソングを歌いたいと思いますお疲れソングって何があるお疲れソング、じゃあいいですね、夕日を歌いたいと思います。アカペラバージョン。皆さんいつも頑張ってくれてありがとうゲーム頑張ってくれてありがとう、勉強魂しながら聴きます、ありがとうございます。じゃあ歌います。ドゥ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 だったかなんて、帰り道考えるよね、楽しいことや辛いこともあるさ、
楽しいことが勝ち越せばいい。周りの友達や、ん？あ、歌詞忘れたんだけど周りの友達や友達だとか心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、ダダ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 、季節の風の向き感じたり、足元のバラに気づいたり、バラじゃない花だ小さな出会いに総感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているかバラじゃなくてバラがじわじわするバラバラバラ夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、 Yes、 それなりの今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ、ゲージを急ぐ君は一人きり、どうして自分のこと褒められられないのかね、ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてることを。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、あれの同じとこ歌ってる、することをなってくれる、トゥ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 ルトゥ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 ルルルルデンデデン、もう歌詞忘れちゃった、やれちゃったよ。こんばんは。足元のバラ、バラに、バラはないですね、さすがに。さすがに足元にバラはないです。皆さん疲れ取れましたか疲れ取れましたか。ごめんなさい、ちゃんと真面目に歌います。じゃあ何がいいかな。優しいみんなありがとう。じゃあ他に、じゃあ私が好きな曲歌います。ドン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 シャララシャララシャラララララ、ううシャララシャララ、ルルルルルル、いつの間にか影が伸びて夏が終わり、夕方には帰還欲しく
なんか違う。たたた涙コスモスの花が咲くその頃には空の太陽は急ぎ足で沈んでしまうよ。日の長さ少しずつ短くなり、風に揺れながら何を思うのか。シャララシャララシャララララウルル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 ルいないかもね。あの渚で並んで撮った写真以上の幸せは来なさそうで、もうさ明日ってあなたから言われるけど、タラロロロタラロロロロルルルルララララタララ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 ラ。みんな覚えてたら歌詞ちょうだい。じゃあみんな歌詞ちょうだい。5、4、3、2、1、え、終了。口にするのには遅すぎた。ルル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 ル。コスモスの花が咲くその頃には、コスモスの花が咲くその頃には空の太陽は急ぎ足で沈んでしまうよ。日の長さ少しずつ短くなり、お、ありがとう。思い出を振り返る時間もなく、風に揺れながら何を思うのか。今も好きな人。シャララシャララシャラララルルルシャララシャララシャララララララ。断絶植物やったことないんですよね私。皆さん疲れ取れましたか？みんな疲れ取れましたか？はい、
そう、やったことないんだよ。パンジーズ植物。あ、誕生日おめでとう。優しいですね。元気になりました。優しいですね。生誕祭が来月あります。そうなんです。スタジオもぜひ見に来てくださいね。花だれ公園もいいけど。なんかさ、ゲームしてたらさ、目薬めっちゃ刺すんだけどさ、私だけかな。目が乾燥して目薬めっちゃ刺す。刺す刺す刺す。定義間違えた。ペチャ。生誕祭広島です。みんな来てください。12月7日ケーキと定義間違えた。じゃ、些細なことは気にしないない。財布の中身、え、3円でもいつかつくかな。とほほほほ、飛びすれ届けなくたって、ふん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 、見当違い、泣くよ食いす泣かないよ、ふん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 、セブンのディン、セブンのティーンの気持ちで生誕祭やります。マリッカ聞くけ、困った時は魔法の言葉、変身、マリッカ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 リッカリッマリッカ。てか、なんか海外でさ、トコジラミっていうやつが流行ってるんでしょ。なんか怖い、嫌だ、噛まれたくない。なんかそれを見てから、家の中にあるなんかちょっとした点とかを、え、これはトコジラミ、いや、こんなちっちゃいわけないとかって思いながら、あー、違った違ったってなる日々です。怖いです。なんかね、パリとか韓国で流行ってるんだって。怖い、怖いです。 Smile again, smile again. ドゥン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 、ドゥルドゥン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 、ドゥルドゥンドゥルン、ドゥルルルン、ドゥン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 、ドゥドゥンドゥンドゥン、デレルン、デン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 、白い光の中に、白い光の中に、山並みは燃えて。アイドル風にさ、旅立ちの日に歌ったらどうなるんでしょうかね。デン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 、デレデン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 、デレデンデンデン、あー、よっしゃ、いくぞ。ドゥン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 。
白い光の中に山並みは燃えて、トゥントゥントゥン、遥かな空の果てまでも君は飛び立つ、ルン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 、限りなく青い空に心震わせ合いこう、自由をかける鳥よ、振り返ることもせず、ルンルンルン、勇気を翼に込めて、希望の風に乗り、このだってあると歌ってる信じて、弾む若い力力信じて、この広いこの広い大空に、トゥン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 、ウルルンルンルン、アイドルバージョン難しかったです。途中でアルトがどうしても入っちゃう。じゃあもうちょっと時間があと少しなので、皆さんに皆さん、そして私自身にも褒めて、あの歌いたいと思います。それではアカペラでお聴きください。何しよう、何も決めてなかった。何しよう、あ、じゃあ負けないでとか歌いますね。でんでん、あ、違う、間違えた、なんか旅立ちの日にじゃない、旅立ちの日に頭に残ってる。なんだったっけ、でん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 、ふとした瞬間に視線がぶつかる、幸せのときめき覚えているでしょう、パステルカラーの季節に恋したあの日のように輝いてるあなたでいてね、負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ、追
ドゥン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 。何が起きたってへっちゃらな顔してどうにかなるさとおどけてみせるの。今宵は私と一緒に踊りましょう。今もそんなあなたが好きよ。忘れないで負けないで、ほらそこにゴールが近づいてる。どんなに離れてても心はそばにいるわ。あ、武道館が見えてきました。ドド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 。ありがとうございます。皆さん負けないでください。あ、武道館が見えてきた。うっすら先に武道館が。じゃあランキングを見ますね。13位あっちゃさん、12位ハルキングさん、11位コータさん、10位バオブブさん、9位ジャボテンさん、8位ズーミンさん、7位クジマサさん、6位ウリンちゃん、5位カタカナのタカさん、4位キャサリン。4位キャサリンがいるよ。4位キャサリン。3位ヒゲメガネさん、2位プリズムさん、1位は白黒さん。ありがとうございました。負けないでもう少し、最後まで走り抜け、キャサリン。どんなに離れてても心はそばにいる、キャサリン。追いかけて遥かな夢を。この後もちょっとゲーム内に出現しますので、一緒にゲームしましょう。